行きましたよ。こんな感じです。ちょっと煙突が詰まってきたので、おお、すすで、うん、100年鉄板っていう鉄板、この屋さんの特注の、あ、じゃあ一緒についてきた感じですか。うん、中込みすし、これ生地も自分で、生地は私が、まあ、すごい、トマトソースも私が、すごい、ソーセージは川村先生、ソーセージは川村先生、いや、よくわかんない、うん、チーズいっぱいかかったので美味しい、美味しいって喋るね、ママ、美味しい、うん、私、ちゃんとした焼きリンゴって実は食べたことないんですよ。ああ、ある、はい、ある、ないんだよ、私、うん、今日だ年に1回しかぐらいしかやんないよ。あ、そうなんですか。おー、ちょっと、このシンクリあるのいいですよね、クリームのやつ。100均で売ってます。100均ですね。ダイソーで売ってます。ダイソーで確かに100均で売ってます。あ、もう全然 OK です。ベランベランと、ベランベランと、うん、私もだいぶネイティブなので。普段もお料理されるんですか。あ、私、はい、たまに、ほとんどしないけどね。のこずキッチンだね。昨日、何だっけ、なんとか農業新聞っていう、うん、見たら、はい、カレンダー、うん、農家のイケメンカレンダーって、あ、売ったんですか。売って売って、うんうん、え、JA 全農だからどこだからかな、JA 全農、うん、全農だからどこかで、1月はイチゴ農家、あ、そういうことか。はい、わかりました。あんまり辛抱したやったことねえのも、ちょっとバレてる。ここだけの話。おー、うまそう。うわー、おいしそう。いいっすなー。つやつやなといい。抜けるとか。やだー。おいしそう。おお、すげえな。料理番組みたいだ。見たね。あ、ちょうどいい硬さだって感じ。注文取ってけどす。いや、いい場所だ。いや、本当。ありがたくたいって。茨城県でさ、一番市況入るかって言われてもさ、うん、